毎度、徹子です。日韓漁業協定が未締結のまま4年が経過して、韓国側の損失は年700億ウォンに膨れ上がっています。韓国国民は、早く外交対話で何とかしてくれと叫んでいるんだけど、ムンジェイン政権が日本に屈するはずがありません。ニュースの詳細。韓日関係が悪化したために、両国間の漁業協定が長期間の空白となる事態を迎え、1年分の被害額だけでも700億ウォンを超えることが確認された。4年近く、漁業協定未締結の状況が続いており、被害漁業のための支援策を準備中だが、政府が外交対話を通じて、協定の空白事態を終わらせるべきとの指摘が出ている。25日、国会農林畜産食品水産委員会所属のキム・ソンギョ未来統合党議員が、海洋水産部から提出を受けた、韓日韓漁業協定未締結により発生した損害によると、協定空白期間の平均漁業被害額は724億ウォンに達する。韓国は、日本側 EEZ で、2012年と2013年、そして2015年に、年平均で18192トンを漁獲した。生産額に換算すると、約724億ウォンに達する。2016年に漁業協定が延長されたと仮定した場合、2016年6月から2019年までの漁獲量が2896億ウォンを記録することができたわけだ。被害漁業の支援策ではなく、外交的対話を通じて協定空白状態を終わらせようという指摘は続いている。漁業被害支援予算が増え、次第に国家財政への負担となっているからである。昨年、韓国政府が漁業協定未締結を理由に漁業者に支援した予算は188億ウォンだったが、今年は627億ウォンで、1年の間に3倍以上増加した。とのことです。あかん。1994年に国連海洋法条約が発効して以降、日本と韓国は、1996年に、それぞれ200海里の排他的経済水域 EEZ を宣言し、1999年に新日韓漁業協定を発行しました。この協定で韓国の漁業者が1999年から2016年6月までの約17年間日本側 EEZ で漁業活動を行うことができるようになりました。2016年以降どうするのかについて協議していたんだけど、日韓関係が悪化して交渉は中断。日本にとってはほぼメリットのない協定なので、日本側の被害額はほぼゼロ。むしろ日本側にとっては漁業資源が韓国に奪われなくなったので良かったのかなって思います。日本は漁業資源を大事にしているけど、韓国の乱獲のせいで漁場に深刻なダメージを与えてしまったという話も聞きます。ほんで、いわゆる徴用工問題などの問題で両国関係はいい感じに冷え込んでいるので、関係回復の見込みはありません。お互いにとっていい感じの距離感なので、このままでいいんじゃないかなって思います。韓国では漁業協定が結ばれなかった初年にサバをはじめとした水揚げが3分の2になったりして、漁業と加工業どちらにも倒産件数が増えてしまったみたいです。韓国では大気汚染は国民がサバを焼いたせいと言われるくらいに、サバは国民食の一つでたくさん食べます。だから韓国近海で取り尽くしてしまったので、日本側 EEZ に依存していたみたいですね。被害漁業者に対する支援策よりも外交ルートを通じて協定の空白状態を終わらせるべきだと指摘する声もありますが、ムンジェイン政権が日本に屈することはないので、韓国側から協定妥結への働きかけはないのかなって思います。こちらが韓国の反応です。日本の横暴には何も言えず、問題の原因を韓国にだけ求める野党議員にはうんざりです。独特が、韓国の領土と日本が認めることが条件なら賛成します。韓国経済と半導体業界を壊そうとした日本を許すことができません。国民の気持ちに寄り添った政治をしてください。あなたが日本に行って、直接安倍を説得しろ。中国漁船の密漁を防ぐことの方が大事です。日本がそんなに好きなのですか？協定の妥結ができなかった上に、損害が出ているのは韓国だけなのですか？おそらく、日本は韓国以上に損しているはずだ。キム・デジュンは、韓日漁業協定を通じて、我々の海を日本に売り渡してしまった。
放射能で汚染された日本の魚を食べたくない。漁業協定を餌に、日本が放射能水産物を韓国に輸出するとしたら最悪です。ムンジェインの外交力は素晴らしい。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。